ここは私に任せなさい。シド君はいつものように前だけを見て思うように進めばいいの。いつもの俺らしく、え、なんかシド君顔面お魚だけむちゃくちゃかっこよく見えてきた。なんかくんづきしちゃおう。シド君にしよう、敬意を持って。大丈夫、私はいなくなったりしないから。そうか、俺は大切なものを失うことを恐れていたんだな。え、かっこよ、シド君。なんかあれ、なんかすごい今の声、連絡さんに聞こえた。わかったぞ、ヨナ。うまい、うまい。俺はヨナを信じる。あれ、待って、なんかどんどん、ここは頼んだんだぞ。あれ、熱血。行こう、リンク、光の柱へ。先に行ってるぞ。いいなぁ、シド君いいな。シド君にはヨナさんがおるでな。なんでそういうこと言うのは。別に言い名付けだからまだ結婚しないもんね。まだ言い名付け、言い名付けってどの立ち位置、恋人ってこと。待って、言い名付けの立ち位置ね、分からんかも。婚約者って結婚しないよね、まだ。結婚の約束してるだけだもんね。口頭だよね、口頭。結婚ってあれだもんね、その現状の世界のルールとしては書面で提出して初めて結婚だよね。親同士が公認、あ、親婚、え、まあでもね、だってリンク君とだって親公認というか王公認、なんだったら子孫公認だもんね。最強じゃん。あ、いたー、シドくーん。不思議な場所だが、今ヘドロの発生源を調べるのが先だ。手分けしていこう、リンク。え、一緒に行かないの。え、ねね、タイトルに書いちゃったんだけど、シドくん今日デートって書いちゃったのに、なんで手分けしないといけないんだい。理解できない。うわー、これはヨナさんも喜んじゃ、あ、ヨナさん、誰だそれ。うわー、これもヨナさんって誰だ。うわー、これはね、ねえ、もうねえ、もう驚きですな。シド君もちゃんとヨナさんに返してあげない。え、んよくわかんない。タッチインターホンを押すときはああいう感じなんだね、シド君。あ、ちょっと弾むように、子孫よ、弾むようにインターホンを押すタイプだ。かわいい。ハイラル全土を救えと託されると。あ、大きな斧を背負っちまったな。俺もハイラルを守ってみせる。おおほほー、奇跡は俺が受け継ぐぞ。受け継ぐんだぞ。やっぱヨナさんじゃなくてネネだよね。あ、膝をついてくれるの。さあリンク、手を。あ、プリンセスリンク、キュン。水の賢者シドの名において君と共に戦うことを誓う。あ、プロポーズされてるんだけど。受け取ってほしい、これがその証だぞ。あ、いいよ、受け止めるよ。あーん、シド君が体の中に染み当たる。あ、おてて、あったかい。気持ち悪いって。なんでそんなこと言うの。さあ、里へ戻ろう。里に帰るの？ヨナさんのところに行こうとしてる、もしかして。いつでも、一緒だよね。一緒だよね。いつでも、リンクと一緒なんだもんね。信じてるよ。里にはあれだもんね。ちょっとハイラル守ってくるっていう報告をしに行くだけだもんね。ね、パパ。ね、パパ。え、ね、パパ。パパはリンクに借りあるもんね。いや、シド君わかるかな、これ。これリンクのおかげでシド君のパパも元気になったんだよね、これ。これを忘れてはいけないよね。わかるかな、シド君にわかるかな、この感じが。リンク君、あ、ただいま。
おお。見たか、リンク。ヘドロが綺麗、さっぱり消えたぞ。おかげでゾーラの里と民は救われた。いくら言葉、あ、ねえ、そうだよね。いくら言葉を尽くしても足りぬが、礼を言わせてほしいぞよ。いやいや、いいんですよ。これから一緒にシド君と冒険さ、そしてシドよ。里を救ったこたびの活躍見事ぞよ。まあ、一旦褒め伸びだもん。ね、でも、褒められて伸びるタイプだから。これを機にわしは、お前に王位を譲ることを決めたぞよ。急に何を言い出すのです、父上。そうだよな、パパ上。パパ上、一緒にハイルル守りに行かないといけないんで、ちょっとまだタイミング悪いかもな。お前はヨナと、信じがたい。けしからんな。お前はヨナと手を取り合い、新しき王となり、二人で共にゾーラの里を導いて行くのだ。わ、ちょっともう一回さっきの泥まみれになってもらおうか、もう一回。俺が王に。おい、見るな。こっち見てよ。うん、ありがとうございます、パパ上。必ずや期待に応えてみせます。めっちゃ蚊帳の外じゃない、なんか。なんか年たちめっちゃ蚊帳の外じゃない、みんな。なんか悔しくない、この状況。さあ、新王の冠をここに、ハイラル一の剣士が見届け人ぞよ。見届け人、見届けるだけ？ん？見届け役？そんな間に挟まるみたいな、ちょっとわからない、ちょっと理解しがたい。ドントアンダースタンドなんだけど。皆の者静粛に。指輪もらったんだけど。うん、薬指に指輪はめたんだけどね。ねえ、父ドレファーよりこの冠を受け継いだ。今この時より俺は王となった。ああ、私はこの里の一員になれたことを誇りに思います。ありがとう、みんな、本当にありがとう。ですが、全てが解決したわけではありません。まだ解決してないのです。
ハイラルの地が不穏な波に揺れる限り、手に入れたゾーラの平和を簡単に泡と消える。今度はゾーラ族がリンクを助ける番だぞ。みんなも力を貸してほしい。我が妻ネネと王としての俺の初仕事だ。ありがとう、みんな、みんなありがとう。はあ、むなしい、悲しいわ。ちょ、俺恥ずかしいよ。ええん、わからないぞ。リンク、王となったばかりで一緒に、うって言ってたじゃん、さっき消した姿を消したゼルダ姫の行方について引き続き情報は集めておく。またゾーラの里訪れてくれ。とりあえず今追い出される雰囲気じゃない？なんか困る、困る。何？またって何？またって居座らないでって今言われてるんでね。もしかしてこれ帰れって言われてる？これ、信じる。俺と君はいつも賢者の力で結ばれているぞ。出るんだな。え、言ってないけど、まだ旅に出るなんて。引き続き上、なんでそんな上から睨むの？なんでそんな目で睨みつけるの、ねえのことを。うん、なんか怒ってる？いいの？行っちゃうよ。いいの？いいの？旅出ちゃおうとしてるよ今。いいの？しずくんいい？ねえ、これ引き止めなくていいの？あー、行っちゃうよ。行っちゃうよ。いいの？いいのかな？いいんだな？あー、バカー！バカー！もう知らない、嫌い、ゾーラの札なんてもう嫌い。もうどっか飛ぼう、帰ろう。いや、やっぱゼルダなんだよな。やっぱゼルダしか勝たんか、これ。